親しくなった後輩社員と飲みに行った俺。しかし、そこはぼったくりの店だった。先ほど、車田組って言いましたよね。ああ、そうだよ。早く代金払いやがれ。では、車田組の組長さんを呼んでいただけますか？ああ、舐めてんのか？ちょっと、マーヤさん。ここは私が何とかしますから。それで、呼べないんですか？こんなことに組長がいちいち出てくるわけねえだろ。わかりました。では私が呼びますね。この後、予想外の事態に。僕の名前はタケル。サラリーマンとして毎日を送っている普通の人間だ。僕は課長という立ち位置なのだが。課長、この仕事をお願いします。え？この後用事があるんだけど。いや、でも、この仕事はお願いしますよ、課長。仕方ないな。それだけではない。課長、花の水やりお願いします。僕も仕事が。私も仕事が忙しいので、お願いします。わかったよ。やっておくよ。僕は課長としての威厳を示したいのだが、全く示せないでいる。そのせいで、断るたびに僕は部下から仕事を押し付けられる始末だ。自分の仕事くらい自分でやってほしい。だけど、今のままでも仕事は回っているし。いやいや、そういう考えは良くない。こういう状況は良くない。そう思っているのは山々だが、具体的な行動に移せないのが現状。良くないのは分かってるんだけど、怖いな。変に怒ったらパワハラ扱いされるご時世だ。騒ぎにならなくても、職場の空気が変なことになったり、辞められる可能性もある。上司として一体どう部下に接するべきなのか。平社員として働いている頃には、想像もできなかったプレッシャーで、陰鬱な気持ちになる。こんなことを考えて、手が回らなくなるくらいなら、現状維持がやはり一番なのだろうか。そんなある日。今日からこの支店に新入社員が配属される。みんなよろしくな。今日からお世話になります。マーヤと申します。いろいろと不慣れでご迷惑をおかけするかもしれませんが、一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。新入社員のマーヤさんは柔らかな物腰。そして真面目そうな印象を受ける。課長、こちらが頼まれていた資料です。ありがとう。いえいえ。他に何かやることはありますか？じゃあこの資料を別の形式でまとめてくれるかな？別の形式ですね。了解です。第一印象通り、彼女はテキパキと仕事をこなす。だから早い段階で大切にしたい部下の一人になっていた。課長、この仕事の手順を教えてください。ああ、この仕事か。難しいやつだから僕がやろうか？いえ、自分でやってみます。自分でやれるようにならないと、課長みたいになれませんから。マーヤさんは他の部下と異なり、難しい仕事にも積極的に挑戦する。そんな姿勢に、僕は感心していた。だが、マーヤさんには、一つだけ気がかりなことがあった。今夜飲みに行かない？せっかくの金曜日だし。
いえ、今日はちょっと申し訳ないです。じゃあ仕方ないね。別の日には、マーヤさん、今度の土曜日に映画でもどうです？チケットもらったんだけど行く人いなくてさ。すみません、ちょっといろいろ用事が入っていて。ありゃりゃ、じゃあまた別の機会に行こう。それは彼女が他人との関わりを避ける傾向だ。どれだけ同僚が遊びや飲みに誘っても断るのである。課長、本当にすみません。どうしても退社後に遅刻できない用事があって、これお願いできませんか？これね。うん、わかった。ありがとうございます。申し訳ありませんが、お先に失礼します。そんなある日のことだ。いつも通り僕がしょうもない理由で部下から押し付けられて残業している時。大変そうですが大丈夫ですか？マーヤさんが声をかけてきたのである。いや、これくらいなら大丈夫だよ。やらなきゃいけない。これなら私にもできます。手伝わせてください。ありがたいけど、マーヤさんは上がっていいよ。これくらいなら自分でもやれるし。僕は固辞したが、マーヤさんは日頃のお礼だからと聞かなかった。それに私のスキルアップにもつながると思うので。でもほら、定時過ぎてるし。それなら課長も一緒でしょ。さあ、お手伝いさせてください。結局俺は押し切られる形で仕事を手伝ってもらうことになった。その結果、仕事は予定よりも早く終了。これでラスト終わりました。おかげで助かったよ。ありがとう。いいえ、いつもフォローしていただいているお礼ですから。そんなにかしこまらないでよ。マーヤさんはそういうわけにはと首を横に振る。課長のことを尊敬していますから。真正面からそんな風に言われた俺は照れてしまう。言った方も照れているらしい。では私はこれで。うん、お疲れ様。お疲れ様でした。気まずい沈黙を経て、その日俺たちはキロに着いた。しかしそれからというもの、マーヤさんは残業のたびに俺を手伝ってくれるようになる。課長、今日も残業ですか？手伝えることはありますか？ああ、マーヤさん。だけど毎回手伝ってもらうのは悪いから。仕事は一人で抱え込むものじゃないんです。だから手伝わせてください。わかった。あと少しだけど、それじゃあ頼むよ。今日もこんな風にして手伝ってもらっている次第だ。いつも思うんですが、他の人はすぐに帰るのに課長だけ残っていますよね。ああ、まあ責任のある立場だし、部下のためにやらなきゃいけないこともあるし。そうですか。そこまで話したとき、俺は、あ、と思い出す。マーヤさん、この間プリンが好きって言ってましたよね。はい、プリン好きなんです。コンビニで新作が売ってたからさ、好きそうなやつを見繕って買ったんだ。冷蔵庫に入れてあるから食べてみてよ。覚えててくれたんですね。嬉しいです。いただきます。残業の中で仕事のこと以外にも俺たちはいろいろな話をするようになった。お互いのことを知り距離を縮めていったのだ。ある日のこと、俺は、マーヤさん、今日仕事の後暇？と聞いてみた。
仕事の後ですか？うん。いつも手伝ってくれるお礼に、どこか食べに行かない？日頃のお礼にと、食事に誘ってみたのだ。普段から同僚との食事を断っている彼女。ダメだろうと思っていたが、帰ってきた答えは、なんと OK。当然、俺は驚いたが、同時に打ち解けられた喜びを感じていた。本当にいいの？ええ。いい感じの居酒屋を見つけたんだ。じゃあ、そこでいいかな。はい、楽しみです。仕事を終わらせた後、二人で目的の居酒屋へ。いらっしゃいませ。何名様ですか？二人です。こちらの席へどうぞ。店内に通されたマーヤは、いい感じのお店ですね、と高評価。だろう？いい雰囲気だから気に入ってさ。俺たちは、宮沢というネームプレートをつけた店員に案内されて着席する。そして、早速注文を済ませ、乾杯。課長、お疲れ様です。やっぱり仕事終わりの一杯はいいな。そうですね。仕事を頑張ってる分、すごく美味しく感じます。そこから俺たちは、映画の話で盛り上がった。え？課長はあの映画見たんですか？何度も見たよ。結構古い映画だし、知ってる人もあまりいないけど、面白いよね。はい、役者さんの演技も素晴らしくて。マーヤさん、若いのにいろいろ見てるね。趣味が似てたせいか、俺たちはどんどん話を弾ませた。マーヤさんの人付き合いの悪さは知っていたから、少なからず不安だったが、楽しんでくれてひとまず安心。あれ？もうこんな時間か。あっという間でしたね。そろそろ会計か。すみません、お会計を。気がついた時、あっという間に夜遅くになっていた。だから俺たちは店員に会計を頼んだのだが。こちらがお会計になります。50万円ですね。は？提示された金額と伝票を確認して、思わず俺は変な声を上げてしまう。たった2時間、それも2人でこんなに飲み食いしたはずがない。冗談ですよね。冗談なわけないでしょう。じゃあ何ですか、この金額は。間違ってませんか？これだけでこんな金額になるわけないでしょう。席代やお通し代もありますので。だけどこの値段はさすがに。俺は渋るが、ほら早く払ってくださいと語る店員はにやついている。この瞬間、俺はぼったくりの店に来たことを察した。これぼったくりじゃないですか。おいおい、そんなこと言っていいのか？この金額はおかしいですよ。うちのバッグには車田組がいるんだぞ。納得できない俺は店員を詰めるが、ヤクザとのつながりを示唆されて口ごもる。どうにかしようと周囲を見回すが、入り口の方にはいかついやつが数名。これでは逃げることもかなわない。マーヤさん、ここは僕が払っておくから、君は先に帰って。こんな店にマーヤさんを連れてきてしまったのは僕だ。だから彼女だけでも逃がそうと思ったのだが。先ほど車田組とおっしゃいましたよね。
マーヤさんは退くことなく店員に向かって話しかける。ああそうだよ、さっさと代金払いやがれ。では車田組の組長さんを呼んでいただけますか。それを聞いた店員は、ああ、舐めてんのかと激高する。ちょっと、ここは僕が払うから。僕は慌ててマーヤさんを制止しようとする。しかしマーヤさんは、呼べないんですかと動じない。こんなことに組長がいちいち出てくるわけねえだろ。そうですか。では私が呼びますね。そう言うとマーヤさんはスマホを取り出してどこかに電話。すると数分と経たず、数台の車が店の前に止まって、いかつい男たちが現れた。先頭を進むのは素人の僕でも一発でただ者ではないとわかるような男。おお、急に連絡が来たから驚いたぞ。パパ、急にごめんね。構わんよ。それで、うちの名前を勝手に出して商売してる店ってここか？マーヤさんが、そうよ、と告げると、男は、そうか、とうなずく。そして、店員を睨みつけた。ずいぶんと舐めた真似をするじゃねえか。怒声をまともに受けた店員は顔面蒼白になり、すぐに腰を抜かした。震える声で、申し訳ございませんと平謝りしている。課長、申し訳ないです、こんなことになってしまって。いや、僕こそこんなところに連れてきてしまって申し訳ない。驚くべきことにマーヤさんはヤクザの娘だった。自分の組の名前が勝手に使われていたため、組長こと自分の父を今回呼び出したのだ。本当にすみません。そんな言い訳で許されると思ってんのか。お前がぼったくろうとしたのは誰か分かってんのか。知らなかったんです。知らないで済むと思ってんのか。すさまじい気迫を受けて店員はひたすら頭を下げ続けるしかない。もうしませんから、どうか勘弁してください。組長の娘と組を相手にしたんだ。それ相応の詫びは入れてもらわないとな。この後、店員はマーヤさんの父の部下に連行されてしまう。一方、残された僕はどうしたらいいかわからなかった。今日は楽しかったです。ありがとうございました。マーヤさんはそんな僕に対し、悲しげな表情で頭を下げた。あ、ちょっと待ってよ。僕はマーヤさんを呼び止めるが、彼女は振り返ることなく立ち去ってしまう。その翌日からマーヤさんは出勤しなくなり、謝罪のメールと退職届だけが届いた。マーヤさん、まさか辞めちゃうなんて。仕事熱心な人だったのに、急すぎてびっくりだよ。社員たちが口々に語り合う傍らで、俺は深く後悔していた。マーヤさんが必要以上に同僚と関わろうとしなかった理由に、ようやく気づいたのだ。あのまま辞めちゃうなんて。マーヤさんは仕事熱心だったし、退職を決めたのは組のことが理由だろう。みんなや会社に迷惑をかけないために。しかし、俺はマーヤさんにいてほしい。よし。決意を固めた俺は
マーヤさんの実家に行くことにした。会社に登録されていた住所へ向かうと、そこにあったのは文字通りの屋敷。さすがに緊張するな。俺は深呼吸して気持ちを落ち着けると、門の前に立っている組員に話しかけた。すみません、私はこういうものですが、そのマーヤさんの元上司でして。ああ、お嬢が勤めていた会社の。僕は恐怖に耐えながら説明する。すると組員の人が屋敷の中へ走り、すぐに戻ってくると、中へどうぞと言ってくれた。屋敷の中を進んだ僕は、ある一室に通される。そこには、組長こと、マーヤさんの父と彼女がいた。マーヤさんは、まさか僕が直接訪ねてくるとは想像していなかったのか。ひどく驚いた様子だ。まあ座りなさい。それで今日はどのようなご用件で？覚悟を決めた僕は、よどみない口調で言う。マーヤさんに交際を申し込みに来ました、と。え？マーヤさんは仕事熱心で、誰よりも努力家です。周囲に気配りもできる素敵な人です。俺はそんなマーヤさんが好きなんです。どうか付き合っていただけませんか？それは嬉しいんですが、私はヤクザの娘ですよ。僕はそんなことは分かっています、と返す。もしヤクザに入らなければならないというのなら、会社を辞める気でいます。ヤクザになるなんて簡単に言うがな。困ってしまい、言葉に詰まるマーヤさんに代わって父親が僕に話しかける。お前覚悟できてんだろうな。もちろんです。だからここに来たんです。お前みたいな軟弱者が生きていける世界じゃねえぞ。そんなの覚悟の上です。マーヤさんの父親は今にも殴りかかってきそうだ。しかし僕は一切視線をそらさない。お前の覚悟は伝わった。お前、こいつのことが好きなんだな。気まずい沈黙の末、マーヤの父はため息をついた。そして何か納得したような表情を浮かべてくれる。相手が好意を伝えてくれてるんだ。お前もはっきり言うのが礼儀だろう。そしてマーヤさんに視線を向ける。マーヤさんは好きです、と即答した。そうか、ならお前はもういらん。感動する。え、でも。お前はもともとヤクザに向いてないだろう。その男がお似合いだ。とっとと出て行け。お父さん。もうお父さんじゃねえ。早く二人で行け。マーヤさんは泣いていた。一方、立ち上がって部屋を出て行くマーヤさんの父は、僕とすれ違う時に一言だけつぶやいた。マーヤを幸せにしてやってくれ。その声色は優しい父親の声だった。こうして僕はマーヤさんと交際することになった。マーヤさんもヤクザの家を出ることになったのだ。待って、ほら、ネクタイ曲がってるわよ。ありがとう。気をつけてね。行ってきます。行ってらっしゃい。その後、マーヤさんは僕と同棲を開始。また専業主婦になった。最初の頃こそ
父親のことを思い出して落ち込むこともあったが、最近はようやく元気を取り戻して以前の様子になっている。この仕事をよろしくね。この後ちょっと用事が。これ本当は君の仕事だよね。その通りです。変わったのはマーヤさんだけではない。僕もまた変わった。課長、花の水やりなんですけど。それくらい自分でやれるよね。はい。マーヤさんを幸せにしたい、そういう気持ちからか、部下に対して少しだけ強く出れるようにもなった。部下たちも部下たちで、もう昔の僕ではないと察している。加えて自分に非があると思っているのか、断ることもせず、少しずつだが真面目に仕事をしてくれるようになった。ただいま。お帰りなさい。どうしたの？そんなにニヤニヤして。いや、マーヤさんのおかげで僕は変われたなぁと思って。僕は今日もマーヤさんが待っている家に帰る。そこにはヤクザの娘として苦悩するマーヤさんも、部下たちから甘く見られる僕もいない。ただ幸せな家庭があるだけだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。